東卓ニュースゾウの雑白です。今回はリアルふなっしーどんぐり太田 vs 佐藤翔光選手の戦いです。本当に10日前に決まったショートノーティスですね。63キロになります。まあ僕はもともと佐藤翔光選手はめちゃめちゃ強いっていうことを言っていましたが、なんとここでの対戦です。1ラウンド始まりました。プレッシャーをかける佐藤翔光選手、テイクダウンに行こうとするリアルふなっしーどんぐり太田選手、やはりテイクダウンすぐ行けてジャーマンまで行くのですが、すぐに立つ佐藤選手です。で組んでガブったりするのですが、スタンドの展開戻りました。で佐藤翔吾選手はプレッシャーかけながら本当に軽いストレートジャブなど打っていって、そこに組みつかれます。ただ組みつかれても実際佐藤選手はこれはうまいなと思ったんですが、力を抜いてコツコツパンチを打ったり、コツコツかかたを打ったり、組まれてもそんなに不利じゃないよっていうのをアピールしています。でタッチバックになったり組の展開になったりなりながら、また離れてプレッシャーで行くところに右ストレート膝など本当に軽く打ってるんですが、かなり効いてるみたいではあります。そんな中組むの太田、打撃の佐藤になっていきます。で最後1ラウンド終了間際、佐藤選手は組の状況からアームロックみたいな形で肩を決めて引き込みます。で1ラウンド終わりました。まあこれ佐藤翔子選手がすごいのは、体の力を抜いて軽い打撃を打ち、ちゃんと効かせ、膝を効かせ、まあ、組まれてもいいやっていう感じで打ってました。組まれた組まれたでコツコツ当てながら力を使わせていく展開でした。そして2ラウンド同じようにプレッシャーをかける佐藤選手、アッパー、膝、左ボディなどを打つのですが、やはりすぐにテイクダウンに行けるリアルふなっしーどんぐり太田です。で組はどうしても太田が強いのですが、組んでもコツコツパンチ、コツコツかかとを当てていく佐藤翔子選手、本当にこれ分かれると思います。組んだらすぐケージ際に追い込めます。ただ追い込んだとてコツコツとパンチを打っていく佐藤翔子選手、まあ、ただリアルフラッシュオーダードングルも打っていきます。でそんな中やはり離れるとコツコツパンチ膝を打っていく佐藤選手、そしておそらくもうテイクダウンされるといいと佐藤選手思ってたみたいです。で踏ん張らずにテイクダウンされて、で戻してスタンド展開ずっと続いていきます。本当微妙なところです。ジャッジの人がどう見るかによるでしょう、まあ、もちろん打撃を打って佐藤選手も打撃はダメージ与えてるんですが、ダウンまでは取れてません。一方7割方組で制しているのがリアルウォーターです。で最後3ラウンドです。本当に分からない展開です。やはりプレッシャーでパンチを打って膝を打つ佐藤翔で、すぐにテイクダウンできるリアルフラッシュドムロ、ただテイクダウンできてもあんまり肩をちゃんとつけるテイクダウンではなく、組の展開やタッチバックの展開がほぼほぼです。で組の展開であればコツコツとパンチを当てて印象点を与えさせない佐藤選手、そして組んだ状況でも膝をガツガツと当てる佐藤翔子選手で、最後離れた展開でパンチと膝を打ち、右ハイを打ったところリアルフラッシュドングリ太田に当たり少しふらつきました。でそこで逆にリアルフラッシュドングリ太田がテイクダウン行こうとしたとギロチンを取った佐藤翔子選手です。ただこのギロチンは解かれ、上からパウンドを落とすリアルフラッシュドングリ太田です。で3ラウンド終わりました。本当に微妙な展開です。このリアルフラッシュドングリ太田が大体7割ぐらいは組で制してたのですが、その組をコツコツパンチかかとでごまかした佐藤翔子、そしてパンチと膝をがっつり当ててたのでわからない展開ですが、 2-1 で我らの佐藤翔子選手が勝利しました。次はトップどころと見たい選手です。10時からライブ配信ご覧ください。それではさよなら。